デッドライジング4は、マイクロソフトより2016年12月に発売された XBOX One、Windows 重要アクションゲーム。デッドライジングシリーズの5作目。本作では日本語吹き替えが実装されている。ダウンロードコンテンツの収録と追加要素を付加した、PlayStation 4版、デッドライジング4スペシャルエディションが発売された。PS4 版の発売元は、 開発元のカプコンが行っている。後発の PS4 版はバグが多く、バージョン1.01にアップデートをすると、セーブデータが破壊されるといった致命的なバグが報告されたため、アップデートと DLC の配信は中止された。2021年9月、ビッグの誘いでミニゴルフに向かったフランクだったが、ミニゴルフではなくビッグの入手した。 人体実験の現場に付き合わされることになる。そこでは、クローン人間をゾンビ化しなんだかの研究を行っていることを発見する。しかし、ビッグの行動が原因で侵入がバレてしまいビッグは、フランクを見捨てて逃走。フランクは、ZDC によって拘束されてしまう。そして4ヶ月後のコロラド州ウィラメッテのクリスマス。 16年前の事件の記念で建てられた、ウィラメッテメモリアルメガプレックスのグランドオープンの日である、ブラックフライデーに2度目のアウトブレイクが発生。ウィラメッテは、再びゾンビの巣窟となってしまう。4ヶ月前に、行方不明となった教え子のビッグを追うべく、フランクは、ZDC 捜査官のブラッドパークと共に再び、ゾンビの巣窟となったウィラメッテに乗り込むことになる。本編エンディングで、 ヘリから落ちゾンビの群れの中に消えたフランクはゾンビらに襲われ、自らもゾンビと化してしまった。ゾンビの本能に支配され、人々を襲っていくフランクはまだ脱出していなかった。ハモンドらによって銃撃され、ブラックバーンによって捕獲される。ブラックバーンの薬によって自我を取り戻したフランクは自身がバーナビー博士が目指していたゾンビの完成形だということをブラックバーンから聞く。 しかし、フランクは、自身を治療する道を選択。フランクは、約1時間後に訪れる空爆までに、自身のゾンビ病を治療し、ハモンドたちと脱出することを目指す。ザコ全員、スキルムーブで即死させることができる。ボス全員、掴むタイプのスキルムーブは振りほどくため通用しない。アップデート前は、コンボ武器で武装していたが、アップデート後は、 専用武器を手にスキルムーブを頻繁に繰り出すようになり、個性や戦闘力が大幅に強化されている。マニアックと違い、体力バーがキャラクターの頭上ではなく画面上側に表示される。いずれも倒さなくてはストーリーが進まない。ありがとうございます。